どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。グランツーリスモスポーツのゆっくり実況やっていきます。昨日のアップデートで、スパフランコルシャンが追加されたので、軽く走ってみたいと思います。雨のコンディションもあるんだな。そうですね。そちらも楽しみですね。車は何にする？上の映像でバレバレだと思いますが、こちらのホンダ S2000 で走ります。無難に FR で行くんだな。ですね。この車楽しいしね。確かに楽しいよな。セッティングは例によってですが、トラコンオフ、タイヤはコンフォートソフト、ABS は弱いです。それでは行ってみましょう。スパフランコルシャンはコース長 7.4m、 ストレート長 751.8m、 高低差 104m、 コーナー数21の高速テクニカルコースです。 F1 ベルギーグランプリ、スパ24時間などでおなじみだな。鈴鹿と並んで、あ、オールージュですね。いきなり最大の難所が来るんだよな。そうですね。ここを越えるとあとはって思っちゃいますけどね。気を抜くとミスってタイムでないんだよな。ですね。あ、先ほどの続きですが、高い評価をするレーシングドライバーが多いですね。かくいう私もこのコース好きですしね。ってことは相当走り込んでるんだな。いえ、全然。走ってもいないのに好きなのぜ。いや、F1 見てるとこのコースいいなって。ま、そういう人多いかもな。で、走ってみてどう思うのぜ。楽しいですね。車のおかげもあるけどね。暇を見てマイレージ稼ごうと思います。ところどころでミスってるな。練習しないとダメですね。やっぱりパワーサーキットなの？ S2000 で走る限りはさほど気になりませんね。ロードスターあたりで走ってみたら？そのうちやってみます。まだまだ走り方が分かってないです。自分用の基準タイム程度に考えるといいと思うんだぜ。そうします。距離長いけどニュルキタ走るより気楽でいいかもですね。あそこは辛いからな。もうコース忘れてしまいました。定期的に走らないと忘れるよな。そうですね。この先のコーナーを全開で抜けたいのですが、ついついアクセルオフですね。いけそうな気はするけどな。ここの試験ってすごくタイトですね。二速で行きたいけどな。思わず一速です。3分6秒417でした。で、ウェットコンディションです。ヘビーではないんだな。ですね。現実のレースだとインターミディエートレベルでしょうね。だな。ちなみにドライの映像と同じようなところで同じようなミスをしてるので、比較対象としてはいいと思います。飛び出したな。多めに見てください。ウェットだしな。
って、ウェット感は、どうなのぜ？6の時ほどではないような。雨量も少ないから、こんなものかも。空も全面雨雲じゃないしな。そういうことなんだと思います。もっと忙しい運転になるかと、思ってたけどな。そうですね。私も慎重に走ってるしね。あまり喋ることないですね。ドライで喋りすぎたな。路面にヘッドライト反射したりとか、水煙とか、ワイパー動いてたりとか、グラフィック的には、いいよな。いいですよね。室内の映像も、いいですね。撥水コーティングしてるんだろうな。微妙に修正しながらって感じだな。ブラックアイスバーンを走るより、全然楽ですね。あれは危ないからな。直線でも結構来ますからね。で、びっくりしてカウンター当てすぎて、最後は速攻に落ちるんだよな。ですね。あ、私のことではありませんよ。関係ない話でしたね。関係なかったな。ここ、ウェットだとアクセルでいけないですね。バスストップ試験。3分11秒680。タイムでは、5秒の差がつきましたね。感覚的には、どうなのぜ？若干曲げにくいのと、アクセルワークには、注意が必要な感じですね。なるほどな。今日は、ここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。次回のご視聴お待ちしております。合わせて、ブログもご覧いただければ幸いです。